はい、どうも大桑職人です。今日なんですけど、まあ、あの90ミリをね羽化させた時の、まあ、菌糸瓶だったりとか、まあ、どういった菌を使ったりだったりとかですね、あとは、まあ、あの菌糸の管理方法だったりとか、まあ、幼虫をね、うん、大きく育てるためには、まあ、どういったことをねに、まあ、心がけて飼育をしていったのかみたいなことを、まあ、僕の経験談をね踏まえて、はい、説明していこうかなと思います。はい、これね、あの 88.5mm 90mm 同幅の 88.5mm からの、まあ、インブリードですね、同幅兄弟同士の幼虫なんですけど、まあ、この子たちはね寄生ボトルに入れてます。はい、まあ、あの 90mm もね、うん、地詰めはしてないです。あの前の、89.5mm だっけな、はい、の時はちょっと時間もあったので地詰めをね、うん、してたんですけど、まあ、少しね詰める時間がなかったので、まあ、もう寄生ボトルをね買って、まあ、それにね入れたっていうような感じです。はい、まあ、地詰めだろうがね寄生ボトルだろうが、あの菌の状態を見極めて、で何ていうかな、その菌の種類だったりとか、まあ、そういったね、うーん、飼育に関する、まあ、なんていうかな、菌糸の扱い方みたいなところが分かっていれば、まあ、どちらでもね、90ミリはね、うん、出てくれると思います。まあ、何が大事かっていうと、どういったね風に幼虫を成長させていきたいかっていうところが、まあ、一番大事なのかなと思います。はい、で、このね90ミリの場合なんですけど、使った菌の種類はもう寒竹でね、うん、通してます。1本目から3本目まで全て。はい、まあ、なんで寒竹にしたかっていうと、まあ、大クワガタはまず立ち枯れのね虫なので、立ち枯れ系のねところに産卵して、まあ、天然個体だったら、まあ、立ち枯れしてるね、うん、材、まあ、ブナだったりとかクヌギだったりとかにね産卵するんですけど、はい、まあ、その立ち枯れ系のクワガタに適した、まあ、菌の種類は大平竹と平竹と、あとは、まあ、寒竹っていうのがあって、で寒竹はね低温でのね、うん、温度管理がしやすいんですよ。で、まあ、寒竹をね僕が使った理由なんですけど、低温で管理することによってね、じっくりとねじんわりと、まあ、あの幼虫の方をね成長させていくことができるんですよ。はい、まあ菌のね種類で寒竹はね低温に向いてるんですけど、じっくりじんわりね成長させたいっていうのは、まあ、なんでそうしたいかっていうと、まあ、早くね成熟した幼虫にさせたくないんですよ。そうするとね、あまりね良くないんですよね。はい、なので通年を通してねじんわりと体重に乗ってじっくりと、うん、成長した幼虫の方がやっぱりね、まあ、なんていうのかな、修練幼虫になってで羽化までのね、その中早く黄色くなってしまったりするとちょっとね元気がないというか、幼虫としてね若くない、うん、というか、まあ、そういう幼虫になってしまうと、まあ、羽化不全ねしやすかったりするので、なのでねじんわりじっくりとね成長させてます。これ1本目ね 20g だったんですよ。ちょっとねこれはね体重低すぎたかなと思うんですけど、まあ、菌糸のね、うん、まあ、オガの粒度とかも細かいとね、うん、やっぱ成長が早いです。で僕は寄生ボトル使ったので、まあめちゃくちゃ粗くもなく細かくもなくみたいな、うん、ものを使いました。はい、細かいとね、成長がね、うん、やっぱ粒子が細かいとその分ね幼虫の成長は早いです。はい、なのでまあもしね幼虫の成長をねじんわりさせたいなら、まあ、粗すぎると逆に成長遅すぎてあんまり良くないんですけど、まあ、なので粗めとね細かいのちょうどね、なので寄生ボトルとかは、まあ、ちょうどいい配合で、まあ、有名どころのねものだったらちゃんと、うん、そういった、まあ、配分でなされているので、はい、なのでね、うん、まあ、あとは温度だけね、まあ、意識して、で、まあ、1本目の杭をね見て 20g っていうのはちょっとねあれだったので、2本目もうちょっとね温度を落とそうかなと思ってたんですよ。やっぱり温度がね結構その幼虫の杭に関係してくるので、
やっぱ温度高い方が幼虫がねしっかり食べます。で2本目1本目 20g だったので、このね、うん、この場合はもうちょっとね、うん、体重乗せたいなってことで、温度そこまで落とさずにね、うん、1400ボトルに入れた時も規制ボトルですね、カンタケの三回松さんのね規制ボトルのカンタケに入れたんですけど、まあそこで温度を落とさずにずっとねじんわりとまた、はい、食べさせました。で冬温度とかもそこまでね落とさずに、もうちょっと1本目で体重乗ってれば冬ね食べさせないような温度まで落とそうと思ったんですけど、ちょっと1本目の海苔がね、うん、あまり乗ってなかったので、なので冬温度もまあ、前回のね、うん、温度管理のところで話したと思うんですけど、まあ16度ぐらいにして、で内部温度がねプラス2度ぐらいなので、はい、内部のね温度が結局大事なんですよ。なのでその自分のね禁止ボトル、うん、例えばまあ規制ボトルでも自分で詰めたボトルでも、禁止ボトルのね内部温度、菌が発菌して回ってから真っ白くなってから、まあ、幼虫をね投入する前に、うん、内部温度計入れてね、うん、何度ぐらいなのかっていうのをね測ってあげるといいです。なので前回のね動画でも言ったんですけど、まあそこの内部温度を、うん、どういう風に内部温度を何度にしたいかで、まあ、外気温をねコントロールしてあげるっていうようなイメージですね。はい、まあ、なので菌糸のね種類によっても内部温度若干変わったりとか、まあメーカーさんによってもね、うん、また規制ボトルの種類だったりとか、まあ地詰めをするとね結構ねブレたりするので、なので僕はね規制ボトルの方が安定したもの、うん、なるべくね安定した品質で届くので、規制ボトルの方が僕のはコントロールしやすいかなと思ったので、まあ規制のね、うん、ボトルをここね、うん、お酢の方は入れました。はい、やっぱりカンタケは冬もねキノコも出ないですし、はい、じんわりねじっくり成長させることができるので、なのでね、うん、大型が出やすいのかな、大型がね無事羽化してきてくれるっていうね表現の方がいいのかな。はい、まあ結局大事なのは、まあ、幼虫をね、うん、羽化不全をしない幼虫を作ること、うん、なので、まあ、その幼虫はどういうふうな成長すればいいのかっていうと、まあ、いきなりね成長させてしまうと結局3年の期間からその羽化までの期間が長すぎると幼虫がね、うん、なんていうかな、その幼虫が若くない、うん、幼虫になっちゃうんですよ。そうなると羽化不全しやすかったりするので、まあ、元気な幼虫でそのままね、うん、羽化させたいっていうことを、まあ、皆さん狙ってると思うので、なので、まあ、じっくりね低温で成長させることのできる、まあ、そういったねじっくりじんわり低温で管理ができやすいカンタケの方をね皆さん使われているのかなと思います。はい、まあ、大型をね羽化させている方はもうほぼね、うん、カンタケでそういうような感じでじんわりじっくりとね低温で管理して、で成長速度もねじんわり、うん、まあ最終ボトル3本か4本ぐらいで、うん、最後交換する時に、うん、40g 乗るような、うん、ぐらいな感じで成長させることが、まあ、一番ね元気な幼虫 で元気にね羽化してきてくれるっていうようなことにつながるのかなと思います。はい、なのでまあ、別にカンタケじゃなくとも、まあ、普通にねヒラタケとかオオヒラタケであっても、まあ、じっくりとね成長させてあげるっていうところが一番ねポイントなのかなと思います。はい、なのでね1本目にね粒子が細かすぎる、うん、ものオガの粒子が細かすぎるものだったりとかを与えると、うん、すごくね成長が早くて早くね成熟しきっちゃうっていうことがねあるので、はい、まあ、その逆もねダメなんですよ。ちょっと 20g この個体がね 20g の時はねちょっとミスったなと思いました。これちょっと今年ミスったなやばいなって思ったんですけど、まあ、冬場もねカンタケであればね18度、うん、ぐらい内部温度外気温16度でも内部温度18度ぐらいでギリね、うん、幼虫が餌をね食べてくれるような、うん、状態がキノコが生えないっていうね
最高なね、うん、あの禁止瓶なので、低温でもねキノコが生えないっていう、なので、はい、あのじっくりね冬場の温度でも食わせることができて、で、あの、まあ、36g の時も、あ、もうちょっと乗せたかったなと思ったんですけど、まあ、でも羽化して羽化までにね多分40ぐらいまで乗ったのかな、はい、あの3本目交換したのが4月のね4月だったので5月ぐらいかな、そこから羽化してるのがあの10月なので、はい、まだそこからね、うん、後伸びしたのかなと思うんですけど、はい、まあ、なのでねそういった後伸びしてくれる幼虫の方が、まあ、幼虫がねあの若い、うん、若いままそのままね元気な感じで羽化してきてくれる、幼虫期間が長すぎるのもね良くないので、はい、ちょうどねそのじんわりと最終ボトルまでに 40g 乗ってくれるような、まあ、成長スピードね、うん、度でをコントロールしてあげることが大事だなと思ったので、実際ね、うん、あのそういった風にできたことがこの 90mm が無事ね羽化してきてくれたことにつながったのかなと思います。はい、まあ、なので、うん、あのどんなね菌糸使ってでもねいいと思うんですよ。まあ、カワラはあんまり、うん、立ち刈り系の大桑には合わないんですけど、平竹だろうが、あの大平竹だろうが、まああのなんていうのかな、しっかりと冬のね、うん、温度を落とせるのであれば、はい、あのまあ、大平竹はちょっと冬ねキノコが出やすかったりして、なのでね冬場はあんまり大平は使わない方がいいのかなと思うんですけど、はい、なのでね、まあ、どんな菌糸でも、別に僕はねいいと思ってて、もう今出回ってるなんていうのかな、菌糸の品質ってすごいね、どのメーカーさんだったりとかもすごい品質は素晴らしいので、あとは、まあ、こっちがねどういう風な、まあ、目的を持って、まあ、幼虫を成長させてあげるかみたいなところが、まあ、一番ね、うん、重要なのかなと思います。はい、まあすごくね1本目から粗めのものに入れて、粗めのね丘が粗めのものに入れて、でも温度はね高くて、温度が低温で管理できないような環境の方もいらっしゃると思うので、まあそういった方はちょっとね、うん、気持ち粗めのものをね混ぜて地詰めするだったりとか、はい、まあそういったねやり方だったりとかもあるので、はい、なのでね、まあ、自分の環境に合うもの、うん、低温管理がなかなか難しいという環境であれば、まあ、その大平竹で1本目乗せて、そこから、ね、2本目からは少しね、うん、粗めのねボトル、粗めの、まあ、菌糸の尾が、うん、尾が粗めにしたりとかして、まあ、成長をね少し抑制するみたいな、うん、方法もあると思います。なので、はい、まあこうね、その年の幼虫の成長だったりとか、まあ、菌糸もね毎年同じ全部が品質で来るかっていうのも、まあ、分かんないので、その年ね1本目入れてみて、でじゃ あ1本目思った以上に体重が乗ってしまったなみたいな風に思ったら、じゃあ少しねちょっと小川の粒度を粗めにするだったりとか、ちょっと温度をね低めに管理できるような寒竹に入れてあげたりとかっていうようなね、うん、ことでね調節ができたりするので、はい、まあ、なのでねその年によって臨機応変にね、うん、その菌の特性だったりとか、あとは幼虫の成長をどういうふうにコントロールするかみたいな、尾羽の粗さで調整するのかみたいなところを、まあ結構その感覚値でやっていくっていうのが、まあ、必要になってくるのかなと思います。もともとねこの持ってる虫のポテンシャルっていうものが高かったっていうのもあるんですよ、まあ、なので一概にね僕がその菌糸の扱いがすごい上手かったからとかっていうので羽化してきてくれたわけじゃ、うん、そこだけがね大きな要因ではないので、はい、なのでまあその最終的にね幼虫をじんわりじっくりと成長させてあげることが、まあ一番ね、うん、元気に羽化してきてくれることには、まあ一番ねそこが大事なのかなと思います。はい、というようなね感じで、まあ菌糸どれ使えばいいのか、どの銘柄使えばいいのかっていうのは、まあある程度その有名なね大桑の大型ゲットで有名なところであれば、まあ僕はねどれでもいいのかなと思います。菌の種類も寒竹じゃなくてもいいですし、はい、まあ、なのでね
結局は幼虫をじんわりね成長させてあげるっていうのが一番大事なのかなと思います。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。